なたは。見つけました。あなたをずっと探していました。私の一番の大切は、あなたのそばにいることであります。なんだそりゃ！そんなありかよ！バカな、どうなってる？声もかけてないはずだ。やっといた。どこ行ってたの？探したんだから。というか、皆さんなんで水着で森の奥に？たく、こっちは大変なことに。って、あれ？その子誰？聞いてくれ。実は少し面倒なことが起きてる。休暇中にすまないが、すぐに戻って戦う準備をしてくれ。いや、準備はいいよ。探し物は見つかったからね。どういうことですか？やれやれ、探したよ。勝手に出たらダメだろ、アイギス。いやはや、心配かけてすまなかったね。もう大丈夫だ。あの、戦車を追うとかいう作戦はどうなったんですか？ああ、それもう完了だから。アイニス、こっちへ来なさい。彼女の名はアイギス。見ての通り、機械のためだ。はじめまして、アイギスです。シャドウ総統を目的に活動中です。今日付けで皆さんと共に行動するであります。嘘、まるで生きてるみたい。信じられん。かわいいけどロボなんだよな。10年前、シャドウが暴走した時の保険として対シャドウ兵器というのが計画されてね。アイギスはその中でも最後に作られた一体、そして唯一の生き残りなんだ。対シャドウ兵器ということは、まさかペルソナ？はい、ペルソナ故障パラディオンを扱える仕様であります。彼女は10年前の実戦で大怪我を負って、ここの研究所で管理されていた。なぜ今朝になって急に再起動したのか、いまいちはっきりしないんだけどね。まあ、これから仲良くしてやってくれ。精神が備わった対シャドウ兵器、すごい、すごいです。あの、ところでさ、ちょっと確認したいんだけど、あなたさっき彼のこと知ってる風じゃなかった？はい、私にとって彼のそばにいることはとても大切であります。人物認識が完全じゃないのかもね。それとも寝ぼけてるってことかな。そいつは興味深いぞ。ま、それは後で考えるとしてだ。なあ、みんな知ってたか？実はここ、いろんなレジャー設備がずらり揃ってるんだよ。テニスコートにプールバーに、あとカラオケなんかも完備らしい。聞かせちゃおうかな、僕のメドレー。